はい、皆さんこんにちは。スーパーネコバンジーです。今日はですね、このバンジーのサイトでかなりたくさんのね、このストーリープレビューっていうのがね、3つ4つ出てるんで、まあここでは3つか、英語版でももう1個ね、出てるんですけれども、それらをねちょっと簡単に読んでいきたいと思います。ちょっと読んだんですけど、やっぱり原文とね比べたらね、ヘンテコリンの翻訳も入ってたので、そこのところちょっと直しながら、話していこうかなと思います。はい、ストーリープレビュー天中、ちょっと大きくしようか。これね、天中、英語だとレコニングですね。なので、まあその今回のプライムギャンビットともう一個のモードの、名前と同じになります。放浪者は分厚い布で、刀を磨きながらしかめっ面で剣にある欠けている部分を見ていた。大きなアタッシュケースが彼の足元に置いてある。彼とジョクサーは、前回のストーリープレビューで、放浪者に協力した、タイタンですね。で、プライムギャンビットを試してくれって頼まれて試したあのタイタンになってます。はデレリクトに戻ってきていた。部屋中が彼の光り輝くアーマーの血のような赤に染まっていた。あの、例のやつですね。例の侵入者用のアーマーの話です。あの、なんだろう、LED みたいなのついてるやつですね。はい。ほら、元気出せ、相棒。放浪者は言った。そこまで悪くはなかったろう。ジョクサーは答えた。ガーディアンが3人死んだんだぞ。ジョクサーは、寝返った光の戦士をまっすぐに睨みつけるようにして言った。これね、僕、寝返った光の戦士より、裏切った光の戦士の方がね、妥当だと思うんですよね。なんか、ディビジョンとかでローグエージェントってあるじゃないですか。英語の翻訳だとローグなんですよね。なんで、まあ、気が狂ったというか、まあ、闇の方に寝返ったっていう意味でもいいと思います。はい。まあいいや。確かにな。放浪者はそう皮肉交じりに言って武器の手入れを続けた。死んだらそこで終わりだ。奴らのゴーストは油断していたな。宿られた兵に隙を見せたら最後。奴らはお前の光を消し殺す。だが実際にまだ生きているってことは、お前のゴーストはやるべきことを心得ていたっていうことだな。はい。これはテスト。みたいなものだと言っていなかったか。お前は何をしていると思ってる。クルーシブルか。プライムギャンビットは真剣勝負の場だ。試験だろうがテストだろうが、そうではないだろう。このクソ野郎。英語だと、このアバズレの息子めと言ってます。まあ、このクソ野郎でいいと思います。次。まあ、文句は今はやめときな、構造。話はここまでだ。ほら、お前の取り分だ。お前だったら奴らを助けられたはずだ。放浪者は磨き終わった剣を足元のアタッシュケースに叩きつけながら、立ち上がる。お前は自分でやるって決めたんだ。彼は武器に寄りかかりながら言った。お前に助けなんて必要ないだろう。お前だったら宿られた兵を止めることができたはずだ。奴ら全員を助けることができたはずだ。そのアーマーを試着してもらうためにお前を雇ったんだ。で、どうだった？ジョクサーはすぐには答えない。これはお前が言った通りの効果を発揮していたよ。彼はついに口を開いた。俺が侵入した時、アーマーが貯蔵庫をロックして、欠片をそこから吸い取ることができた。まるでその欠片が俺のものかのようにな。看板を見ながら続けた。俺たちが奴らを殲滅したんだ。そうだ、その通り、お前がしたんだ。放浪者は強くうなずきながら肯定した。お前はこれをみんなに配っているのか。奴らが自分たちで作ることができたらな、喜んでエングラムのブループリントとして、まあ設計図として配ってやる。彼は半笑いで言った。お前のファイアーチームは、安らかにってとこか。奴らはお前を助けたか。ジョクサーはヘルメットを取って目をこすった。お前が呼んでたような名前を俺たちは使わなかった。ウォーロックに貯蔵器を任せた。これね、多分そのリーパーとかそういう名前のことですね。各役職のことだと思われます。そうだな、一人きり、まあワンオペの民間警備会社みたいな。放浪者がうなずいた。やつは敵の侵入者がどこにいるか始終分かっているみたいだった。バンペイはいつだって役に立つからな。それにハンターも、あれは獣だ。まるで紙切れみたいにカバルを吹き裂いちまった。そいつはお前が死神だ。まあ、リーパーですね。確か。放浪者がはっきりと言った。彼女はお前みたいな生粋の殺し屋だ。特に人類の敵に対してはコレクターの親友だ。そう、コレクターだ。あのリスみたいなタイタン。山ほどの欠片をかっさらって、そいつをどっさり溜め込んでた。
放浪者は鼻で笑った。役立たずがいるとでも思ったのか。そうだ、奴が拝んだこともないヤバそうな宿れた兵を相手側に出現させるまではな。相棒、特大のブロッカーを召喚したらどうなる。放浪者は首を振りニヤッと笑った。やばいことになっただろう。そこに奴らが現れたんじゃないぞ。もうおかしいよこの音楽。俺たちは相手チームを圧倒していたんだ。だが、しかし、タイタンは口を、つぐむかな。うつむいたまま、床を見つめていた。プライミーバルだな。フォロー者はなんとなく得意げそうに言った。俺たちはあのプライミーバルに、こき下ろされたってなんで。ちょっと待ってね。あ、took us apart。なるほど。俺たちはあのプライミーバルに、切り裂かれたっていう。まあ、バラバラにされたってことですね。まあ、要は、蹂躙されたっていう意味でもあります。フォロー者は肩をすくめた。お前のパワーに見合ったやつだったろ。よかった、知ることができて。ゴーストには用心させておくんだな。奴らは皆死んだ。ジョクサーがもう一度言った。そうだな。今やそこら中に不死の奴らがいる。まあ、これはどういうことかっていうと、ガーディアンなんて死ぬほどいるって言ってるんですね。放浪者が言った。誰も気にしやしないさ。まあ、誰も気づかないさ。それに奴らの分け前はお前の懐に入る。そしてちょっと小細工してやればバンガーノの目をかいくぐれる。寝返った光の戦士、裏切った光の戦士はアタッシュケースを机の向こうに蹴り飛ばした。ジョクさんは中身を確認せずに拾い上げる。まあ、グリマーいくらもらったんですかね。エキゾチックエングラム、10個パックみたいな感じですかね。はい。仕事を探してるならまだまだあるぞ。放浪者が剣にもたれながら言った。もうごめんだな。ジョクサーは立ち上がり、放浪者の横を通り過ぎる。彼は大きなケースを引きずりながら部屋を後にした。あーまあ、返さなくていいぞって言ったんですね。放浪者は振り向くことなく彼に向かっていった。なんか捨て台詞みたいな感じですね。ディレクトリのハンガーに続く廊下からタイタンの足音が徐々に遠ざかっていく。それと同時に暗闇のどこかからか、ゴーストが姿を現す。データは？放浪者が尋ねた。ゴーストの目が暗い赤色に光り、データがメタルデッキに投影される。各参加者の役割に基づく設計と図表データがスクロールされていく。3つのゴーストのフィードが浮かび上がると連続で再生された。どのフィードにも映る巨大なやられた兵に焦点が絞られ、全フィードがもう一度再生される。この巨大なやられた兵っていうのは、プライムギャンビットの、プライムイーバルですね。相当強いと思われます。で、この3つのゴーストっていうのはおそらく、3人殺されたんで、要はその、ジョクサーの味方の3人ですね。残りの3人の、死んだゴーストのデータかと思われます。放浪者は注意深くそれを眺めた。彼の目にはゴーストの血のような赤い光が反射していた。彼は満面の笑みを浮かべた。やばいですね。もう放浪者、完全に悪者だな、これ。もう寝返ったっていうかもう裏切っただね、本当に。もう闇の戦士じゃん、これじゃ。やばいな。いや、相当な悪ですね、この人。はい。次、見ていきたいと思います。ストーリープレビュー、プラスチック機関ですね。はい。これ面白いですね。結構なんか、その、プラスチック機関って、その、ウォーロックのオーダーですね。オーダーって、まあ、組織と思ってください。花びらをゴミ袋の中に吐けば吐くほど、まだまだ残っているように、ライオネルは感じた。彼の腰は、加齢によって少し折れ曲がり、終わりの見えない吐き仕事に攻撃するかのように傷んだ。ロングコートを身にまとった男が、長く伸びる廊下の反対側からライオネルを見ていた。じきにいなくなるだろうとライオネルは思っていたが、その男は緑色のコインを指で弾きながら何もせずにそこに立っていた。これは放浪者ですね。何か用か？ライオネルは苛立ちを募らせながら尋ねた。奴らは年寄りにこんな仕事させてんのか？メンテナンスフレームだけで十分だろう。メンテナンスフレームっていうのはお掃除ロボットのことですかね。はい。一気に片、これおじいちゃんか。一気に片付けるためだ。そこら中に花びらだらけでな。ほら、子供たちが騒いどる。あのせいで。シンクの蛇。そう、それだ。おいおい、シンクの蛇を言わんのに、年齢は関係ないぜ。
タワーが落ちた日にわしの妻は死んだんじゃ。男は天井を見つめた。ライオネルは手を止めない。今日は特に用事もないし。男は続けた。これは俺に任してもらおうか。いや、いいんだ。ライオネルはまた花びらで溢れた、チリトリをゴミ袋へと入れ、差し出された男の手の方へ向かっていった。彼のその開かれた手には光り輝くサファイアの塊でいっぱいだった。すごい量のグリマーじゃの。ライオネルはグリマーと男を交互に見ていった。あんたのだ。俺に手伝わせてくれ。お主ガーリアンか。ちょっと複雑でね。ライオネルは男の手の上にある純物質を、純物質をじっと見つめた。ベストと帽子もつけてくれ。男が言った。頼むよ。これね、どういうことかっていうと、簡単に言うと放浪者がライオネルの、その服装ですねを買ったんですね。はい。男はコートを脱いでライオネルの、オレンジ色のベストを身につけた。ライオネルの帽子もその目が隠れるほど目深にかぶった。歩き出した、要は変装した彼はホールに懸命に吐くフレームを通り過ぎると立ち止まって、背後に続く花びらの散らばる廊下を指さした。見落としてるぞと男は言った。フレームは彼を見つめ、それから廊下を見た。新たな目標に向かって、ゴミに向かって、花びらに向かって、フレームは前進した。男は歩き続けた。はい、これね、名演技ですね。要はもうなりきってますね、ライオネルさんに。はい。オレンジ色のベストを着たメンテナンス作業員、これは放浪者なんですけども、がプラスチックの袋にゴミを移しているそばを、ウォーロック、オノール・マハルが通り過ぎた。彼女の背後で、総意への扉が重く閉まる。これ、バンガードですね。バンガードの、会議室みたいなところの扉が重く閉まったっていうことです。わかりづらいよ。はい。バンガードとシティのファクションの代表たちが、要は、ヒデオとか、ラクシュミとか、そこら辺ですね。アジャールだけ名前覚えてね。まあいいや。あと、このオノールですね。が中に入ると、ザバラが総意に向けて話していた。我々は彼に正式な借地権を与える意向を固め、これはね、彼っていうのは、放浪者のことかと思われます。機関は反対です。オノールが勢いよく遮った。さっきのウォールクですね。ザバラが振り返る。彼はわずかに頭を傾けながら、オノールの方へと手を差し向け、集まった者たちへ彼女を紹介した。プラスチック機関代表のウォールク・オノールだ。似てねえな、俺。まあいいや、書類作業が残っているので、手短に述べます。彼女は言った。ヴァンガードに依存がないのであれば、プラスチック機関は、放浪者をシティから切り離したいと考えています。それも早急に、私たちが実行します。ザバラは彼女に視線を向けた。留意している。だが、シティは全てのガーディアンに開かれていて。彼はガーディアンではありません。シティはシティを守る意志のある者すべてに開かれている。お言葉ですか、司令官。この会議によって機関は発言権があります。彼女はザバラの目をまっすぐに見つめ、テーブルの周りをぐるりと見渡して、総意とイコラに視線を止めた。シティ創設以来、プラスチック機関の存在意義はガーリアンから暗黒のアーティファクトを遠ざけることにあります。放浪者はガウルや邪神と同じく人類に対する脅威だと私たちは考えます。続けてくれお嬢さん。あ、こんな感じじゃないね。続けてくれお嬢さん。成功者ヒデオが考えるように両手を合わせながら言った。お嬢さんではない。難しいイコラ。お嬢さんではない。もう無理だ。イコラがたしなめる。オノールは両者を無視して続けた。放浪者はガーディアンたちに宿られた力は武器になると触れ込んでいます。ガーディアンを殺すために。最終的な死者は出ていない。ザーバラが口を開いた。私たちの知る限りでは、オノールが答える。あなた方は、あの男がヤダルの力との接触を当たり前にしようとしていることに対して目をつむっている。いい子だとザーバラは目を見合わせた。ここ数ヶ月、プラスチック機関は数多くのガーディアンが誤った道に進むのを見てきました。誤った道とは一体何だ？アラハジャハール。アラハジャラールが言った。間違えた。今や誰もが同じ道をたどり、それが流行している。
私の報告書にありますが、オノールが言ったドレドゲンという名を名乗る者たちも出てきています。専門家としての意見を言わせてもらうと、思想の持つ力は強く、そして放浪者はそれを持ちすぎています。シティが新たな暗黒時代に突入する前に、奴が船と呼ぶ馬鹿げたものに乗せてエアロックから追い出すのが賢明です。ヴァンガードとソーイは沈黙したまま彼女を見つめた。書類作業が残っているのでと彼女はまたそう告げ、向きを変えた。私のオフィスの場所はお分かりですね。彼女が会議室から去る間際、先ほど見たメンテナンス作業員が帽子を深くかぶったまま通路で居眠りしているのを見かけた。オノールは顔をしかめた。はい、これ面白いですよ。要は、そのオノールっていうね、プラクシック機関かな、名前ちょっとごめんね、プラクシック機関ですね、のこのウォーロックの組織のオノールは、まあ CIA みたいなもんですかね、まあ FBI みたいなもんか、どっちかというと。で、こういう風に監視してるんですね、いろんなその動向、そのヴァンガード、もしくはそのなんだろう、ガーディアンの中の動向を監視してるんですね。誰か、闇落ちしないように監視している機関かと思われます。で、この中で彼女たちが目をつけたのが放浪者なんですね。ちょっとあのギャンビットとか使ってガーディアンたちをそそのかしてるんじゃないのかっていう、疑惑を持っています。そしてその、当人がなんと、放浪者が、清掃員のふりをして、盗み聞きしていますね。やべえなこれ、放浪者相当もう真っ黒ですね。はい。で、このオノールさんの、考えている疑いは、間違いなく、当たっていると思われます。はい、面白いですねこれは。はい、で次の話に行こうと思うんですけれども、結構ね時間が長く取っちゃったので、今回はこれくらいにしとこうと思います。次はなんとあのケイド6が死んだ原因、それらをオノールが調べていく。そしてその後ね、またイコラとのね、会話もあるんで、これはまだね日本語版になっていないので、次のねこのイコラのやつが日本語版出てきた時に、このケイド6のね、死んだ原因を調べているやつと、あとイコラのやつを一緒に、やろうかなと思ってます。2つまとめてやった方がね、テンポもいいしね、今回は15分以上まあ経っちゃったんで、終わりにしたいと思います。いやー、なんかねバンジー最近本気出してきてるね。で、どうやらね、デスティニー2、ペネンブラだっけ、その後、もう一個、来るらしいですね。シーズンオブオピュランスだっけ、その後もなんか、サポートがされるらしいので、その、秋ですね。秋の後も、DLC が来る可能性があるという噂が流れています。この前のね、B ロックで言ってたんでね、多分デスティニー2、どんどんね、良くなっていくかと思われます。なんか、バンジーだけの、レスに作っていくっていう風な方も言ってたので、で、どっかのね、海外のその YouTuber の方が言ってたんですけども、内部情報的な感じで、まあ噂聞いたらしいんだけど、やっぱりバンジーの社員は、アクティビジョンが定期的にバンジーにね、無理やりリリースさせていた事実が嫌いだったみたいですね。なので、まあ、今回次のね、その、まあ秋以降の DLC は、おそらくかなりクオリティが高いものになっているかと思われます。ね、自分自身で作ったので、その時に本当に、このね、バンジーのデスニー2、見られるかと思いますので、皆さんね、末永く、我慢強く待っていこうじゃないですか。はい、ということで今回はご視聴大変ありがとうございました。また次回の動画でお会いしましょう。今夜2時からね、とうとう放浪者のシーズン始まりますんで、楽しみにしてます。そしてね、さっき気づいて自分も急いでやったんですけども、今夜2時でそのラストワードのレプリカの、注文は締め切っちゃうんで、そこのところもね、もし気づいてなかった方、急いで、注文した方がいいかもしれません。はい、ということでまた次回の動画でお会いしましょう。じゃあね。